お疲れ様です。今日最後じゃ29クロスやっていきます。さあ、一昔前の、まあ、懐かしいね、クロスかなと思います。アイスゴールムカツアーチャーですね。はい。なんかまあ、クロスといえば、この方がね、まあ、有名というか、テンプレートな気はするんですけど、まあ、最近はね、ナイトで、あとは、リトルプリンスが入ってロケットだったりとか、まあ、だいぶ方が違ってはきてるんですけど、はい、ちょっと懐かしのね、29クロスね、今日やっていきます。ちなみに俺は、クロスボウデッキが大嫌いです。はい。使ってるやつも、使われるのも。はい。俺使ってるけど今。マジクロス嫌いなんですよね。なんか、クロスを相手にしてるときに、やっぱクロスボウ使いってね、うまいんですよ、みんな。あやつら。で、やっぱテスラもあって高回転で守りも硬いし、なんかこっちがこんな頑張ってんのに突破できないあの現実がなんかね苦しいそれで嫌いで、よくこの最初この最後のねファイボウッド削りみたいなんで負けるみたいなのがあるんで、クロス相手にするとね、まあその自分の攻めが通らないからいい気分になんない、まあ、だから嫌いみたいなところもあるよね。まあ、クロスに対して強いカードってなると、まあ最近だったら文句かな。まあ、ここ最近はね、なんだろう、まあテスラが強いのもあるんですけど、ジャイとかだと、もうクロスに相性が悪い時代なんですよね。そう。突破できない。その、相手のクロスを防げても、結局突破できなきゃ、このね、ウッド削りとか、そのファイボ削り、ロケ削りで負けちゃうっていうのがね、よくあるんで。俺なんかもうこれで勝てそうだもんな。クロスボウ。クロスボウいらない説、ちょっと出てきたぞ、おい。で、なんかアーチャーも俺セパレートしとけば、買った方がね、まあ、ヤナアメで溶けちゃうんですよね、進化アーチャー。少し前の調整で HP 下がったんで、ヤナアメで溶けはするんですけど、まあなんか、それまでに火力が、バケモンっていう。よいしょ。クロスボウいらないよね。多分。あれに5打ってもいいぐらいだもんな。で、まあテスラ延命してあげて。でも進化テスラあるんだね。まあそのロキコだけね、嫌よね。でワンチャンヤナアメが来るかもしれないが、てかなんか強すぎんユニットが。なんかピクミンみてえな。赤ピクミンいいんだけど。よいしょ。はい、ちまちま削って、ファイボ削りしてもいいぐらいの。いや、ちなみにこのね、クロスボウは、まあ、ペッカにはものすごい相性いいって言われてますからね、昔から。よいしょ。いや、本当はね、ケツペッカとか来た時に、ハシマイクロスとかやった方がいいんですけど、なんかまあ、やんなくても勝てそうなんで、いいかなっていう。ちまちま行こうかな。いや、マジでネチネチしてるやん。デッキがね。俺じゃねえよ、別に。デッキがちまちましてるだけであって。マジ、ウッドとファイブだけで削れそうな。余裕があるんでね、ファイブ打っちゃって。余裕なくなっちゃった。いやでもテスラ強えし、でもこの進化アーチャーでさえも。ふふふ。強強すぎる。いやマジで相手視点うざいだろうな。記念にキング起動なんてものもあります。まあなんか進化テスラのせいでよりね、硬くなったよな。さすがに延命したい。いや強すぎるの。ピクミンいっぱい。よいしょ。まあ打ってもいいか。はい。クロスいらねえな。クロスボウデッキなんですけど、マジクロスいらないかもしれない。
えぐいな。はい、全然あのクロス出してもいいんですけど、出す時を見失っちゃったよね。いやまあ進化ですら終わってんな。いやそうだよな、そうなんですよ。いやそうなんですよね、はい。だから嫌いですクロスは。うん、まあ、使ってる側は楽しいんですけどね。ちわ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 使ってる側はいいんですけど、いや私は今回アイスゴーレム良かったな。だからなんかアイスゴーレム、そのダガーガールですね、タワーに対して強いんで、最近のね相手のダガーがね寝ちゃうんで、アイゴレで吸収できて、そういう意味ではなんかもっとアイスゴーレム流行ってもいいんですけど、そんな流行ってないよね。うん、全然か。お、プリンセスタワーなんでエールスピ削り、金起動されていいんだな俺。さあドリルですね。まあアチャセパしてドリル相手にはクロスボウ刺さりそうっすからね。なんか適当にチャキ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 までいっちゃおうかな。チャキチャキ。はい、であとは祈り応援していいよ。これさ外にやればさ多分竹外れるんだよな。お、来た、これこれこれ、ちょっと強いやつね。え、でかこの鍋でかすぎん、やばいよね。なんならテスラ残ってるから回してちゃきってもいいぐらいな気はするが、相手にもテスラとかありそう。ロケー、いやーまあちょっと入る、これだけで幸せです。はい、で残り1200はファイブ6発でいいよ。まあウッドも入れればファイブ5発とウッド5発ぐらいで勝てます。まあまあなんかケツからねアイスゴーレムアーチャーとか適当に出して、ファルチ来たらもうファイブ打っちゃってみる。まあロケあるんでロケ削りだけ警戒しながら、なんかこの辺に置いとけばうざいよな。本当に人が嫌がることだけは得意なんだよな。これウッドだけで完封できるよ。完封ってかまあ一発入っちゃうか。てかアーチャー入ってるのね、結構でかいよな正直。テスラに向かせて、嫌だな。なんか気合の延命だけ一発ぐらいかすってくれたら嬉しいんですけど、いやこのアイスゴーレム削りもあるな。はい、チョキ。まあ、相手にね攻めでロケット打たせないのも大事なんだね。でまあここはシンカーチャーもあるし削りいっちゃおうかな。しまえないとバルキリカ止めれば結構楽に勝てそう。スケからのウッドぐらいで負け筋はなんかこのファルチか。やめろよ、怖いな。いやマジで怖いな。いや強すぎる。やべ、ワンチャン頑張れん、なんか頑張れそうじゃない。いやいい雪すぎんな相手。いやでもきつそう、ファルチだから。さあクロスがしっかり入ってね。シンカーチャーもちょっといいな。まあその矢の雨に処されちゃうんですけど、なんかそれまでのその1秒間あたりのダメージ量的なやつ的なやつは多分ね強くなったんだな。まあリワークだったのかな前回の調整が。そう、まあ何がいや、モンクロイジャイとかかな、一番大変そうではあるが、ファイブ打ちてー、あれにファイブねえの結構ショック。まあ無理に打たなくてもいいか、
文句来たらね、自陣に入れないのが大事だな。で、アイゴレなんだよ、このウィザードがね。さて、だいぶまずいことに気がつきはしたが、このカウンター熱そう。うわうわ、これ延命できたらマジでかかったな。もっと入ってたな、もってえねー。さあ、まあでもジャイダクにウィザードでボイド、まあ、レイジがあるかどうかで、まあ、バルーンがワンチャン入ってるみたいな感じっすね。いや、あれまずいよな。一応バルーン警戒で一個内側にするけど、アイスゴーレムだとさ、あのウィザードいや、まあ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 、これはなんか仕方ないか。エレスピランかったか。さあ、ヤナメボイドのジャイバルーンね、流行りのやつね。いや、ちょっとまずいな、ちょっとまずいな。だからウィザードっすね、めんどいのが。本当にそれ以外は何でもいいんですけど、打っちゃうか。なんか楽じゃね、これか。やばい、防衛が下手すぎる。終わった終わった。ああ、たまにこう寝てるとき終わっちゃうよね。だから嫌いなんですよ、クロスだから嫌いなんですよ、クロスって。訂正します、使っても楽しくないわクロスも。何がおもろいねん、これでウッド削りして拾って。おー、なんか珍しい、ディガー縦線だいぶ珍しい。ファイブまで来た。まあ、迫撃、え？違うの、プリンだ。うわー、なんかまあ小物いっぱい、楽しそうなデッキ来たな。また来そう、ディガー縦線。いや、まあクロスの受けが薄かったら嬉しいなっていう感じではある。これファイブまで来ねえかな、さすがに来ねえか。ちょっと行ってもよさそう。相手だいぶコスト使ったけどな。迫撃か、やっぱ。え、なんか呪文がポイか敗北かあんのかなみたいな。いや、いい受けだな。いや、でも結構入るよこれ。よしよしよし。で、プリンセスがいた。縦線ギャングディガー悩むな、なんか。まあ攻めるか。この辺の進化値頑張れ。やばい、なんか弱そう。いや、ファイボもあるんね。姉妹プリン来るよ。ほい。来ない。なんか一生攻めるの大事な気がしてきた気もしますが。
この辺に、いやーそうよね、よかった。ファイブッチョ、いやこれは無理しなくていいね。いや流れめっちゃいい。ちなみになんか相手さ、このクロスの正面に置くちょうどいいカードがないっていう。アーチ届くんかな。届くらしい。いやーまあファイブ持たれてんで壊されはしちゃうんですけど、気づいたらダメージ追いついてはいる。拾いたい。でかっ、このダメージを抑えるのね結構重要な気もする。で俺はあの、はい、クロスなんでね、ファイブで削るよ。いやいやすぎる。新カーチあるんで、ファイブしたい。あんなもうタワー削ったもん勝ちじゃない。こんな、いけ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 。いやタワーと巻き込んで撃たれちゃうかんね。本当は逆の方が良かったけどもう無理。いやこのファイブ削りで勝てそう。やばい、自信入れたら間違ってる。いやーあっつこの受け、ワイブ打ってウッドム打っちゃおう。耐えることが大事。拾う。いやなんかアーチャーのこのチマチマしてる感じがいいな。ファイボー、ファイボー圏内、あっちへ耐えました。いいね。いやマジアーチャー相手にやなめねえだけでだいぶ強いの。まあ、最終呪文削りあるんでね、まあ、相手がロケ削りだった時にちょっと苦しいぐらいで。おーまんまん、こんにちは。珍しくね。おーまあペッカウィザードのまんまんはちょっとあるな。だいぶ濃いか。ペッカママン、ああペッカママンですね。まあ散歩すれば。マジそのウィザードがさ、あのえ竹変わったデコナイトじゃないんでちょっと処理できないっていう話。さあまあまあまあ、なんかこっちが大きなダメージを受けなければ基本的には大丈夫で、相手がボイドだったな。ボイドかで次進化ウィザードね、ちょっかいかけたいけどな。テスラこれ生えねえかな。いやーまあまあまあ、まあ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 、でナイトか。ナイトか、なるほど。ゴーストがいないのは言うのいたしな。ちょっと珍しい結果工事。でけえ、それ潜ったな。まあ柳雨もあったんだね。
マジ削るの大変だな。一瞬だけ取れればいい。相手ザップじゃないよ。カンナでかいよこれ。ボード警戒、変な位置すぎる。いやマジででかくない？あもう落ちるよ。530よ。まいやーこれそうね、そっちに穴埋めとか使わしたらまあこっちで楽に守れるよって話なんですけど、ハイブッド気合で回してもよかったが俺はビビった。ふふ一回ちゃんと守る系スタイルで早場2周な。どんぐらいの速さで回るんだろうな。いやこれ回るよな普通に考えたら。いやはいや早すぎんクロスって回転。おいナイス。まあ、ちょっとビビったな。まあでもアイスゴーレムがいい時と悪い時があるね。なんかウィザードにだけちょっと活躍できない。ダクネとかには強いんだよなマジ。さあ脇本シードの8万円プレイン警戒してね。ナイトね、8万円プレイン警戒してね。当たり前にね。もうナイト見えたらプリンセスいるかんな。おー、いやマジまた同じペッカの可能性もちょっとあるよね。いやだいぶあるな。すごっ、何この急な。いやこれウィザーやばい。いやめっちゃ良すぎる。好ききた。えってか同じじゃない。流行りか。いやマジ負け筋ウィザードだな。ウィズ以外は何も怖くないね。あー進化ナイトとか嫌だな。でも進化ナイトと進化ウィズだけね。うまいそれ。デュードアークかこれ。完璧すぎるけど。いやーあれやばいな。まあでも次俺進化テスラかなんか来ないっけ。え、でも LSP もいる。スキャラか。いや工場いたな。ヤナーメ LSP、 これなんかが LSP だ。ナイトがいて、ユーノもいたな。工場もいたな。対空がウィザードだけだ。対空もう一枚の枠多分ボイドもあると思うんで、普通に考えれば。普通に考えれば、いやこれペッククロスだったな。チャキってよかったな。あんなやつ無視して。多分対空が1枚なんだと思うんですけど、どうなんだろう。そうっすね。だからマザーネクル、さっきの相手のマザーネクルの枠が変わってんだな。いやーまあボイド使わしたから簡単に守れるんで許すか。いやーマジでありそう。ちょっとだけ入ってほしい。いやちょっと入るだけでいいのよー。マジでちょっとだけで十分。いや目入れねえだろ。でテスラ立ててウッドで削って。おい触れんな。
チョキいいよ。テスラあるんでね、まあ別にここペッカで受けられていいんですよ。結局このテスラで軽く回収しやすいと思うんで、まあここは突破する攻めではなくて、よいしょ、まあ手札回しのね、この次に備えるね。いや強すぎる。なんでー、その角度は良くないよね。いやでもちょっともったいないか、これ全部防衛のさ血巻き削り勝利もあるが、延命したい。え、やばい、そのタゲみたいな。あぶねあぶねあぶね、終わったと思ったけど、これでも勝てるんや15秒で5ウッド2周ね、便利なことよ、高回転って。ちょっとペッカ多いのやだな相性悪くねえけど、ウィザードが。はしまいプリンだけ警戒して山マジはしまいプリン来そう、これさあリトルプリンス、あーもう嫌すぎる、その戦い方。まあ行って考えるか、ロケね。ちょっと入れ、うわーこれきたえどっちも箸は当たんないっす。まあ勝ち筋は相手がロケ使った後に、シンカーチャーも生かしながらのクロス攻め、ロケ回んのかな、リトプリのサイクルで回んだな。はい、マジでまずすぎる、激まず。誰も見たくない試合が始まりました。はい、いやークロス通せるかな、行くしかない。いやーマジで俺よりも回転早いかっていうぐらい、まあ一緒なんだよな、スケリトプリあるだけ1個早いぐらい、サイクル一緒なんでね。うわー嫌すぎる嫌すぎるこの試合。どうしようかな、まあ相手はロケ削りしたいけどね、しにくいんだよね間違いなく。マジ終わってるか試合ないよいやでもこれで勝てばいいから、
まあ、ロッキー打たせるのが大事か。進化ですらの防衛だけやだな。かすれ、マジでかすってほしい。全然かすらない。ちょっとでいいのに、ちょっとも入ってくんない。ミスってね、ワンチャンない。いやロッキーか。ちゃんとロッキー打つの偉すぎる。まあここしかないマジ。ワンチャン勝てん？間に合っても、おい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 勝てんのかこれ。95。いやなんか最後にロケット打たれて負けんだろうなって思ってはいたんですけど、勝ちましたねよくわからんけど勝ちましたね。はい、はしまいプリン警戒しますはしまいプリン警戒します。おー、ボンビーいいね。ドリルの可能性が高まるね。ゴブリンドリルは基本的にそんな相性悪くないんで。よいしょ、ウッドで削ってね。このウッド削りが大事なんよ。まあドリルっぽいか。おー、うーん、びっくり、はしまえテスラクロス。タイミングかぶったのでか。ウッドだけで終わるやん。終わったくね。いやーでもこれサイド一緒ならやだな。やべ、マジで世界で一番いらないアイスゴーレムですが、許してくださいマジでやばすぎるなんだこのアイスゴーレム。俺の中の思考はなんか相手コストないだろうから、新カーチャー始まり出したいけど単品だと行かれる、じゃあアイスゴーレムアーチャー行こうみたいな思考があったんですよ。一応ね、説明しておくとね。ポイズン削り嫌なんで逆にも行きます。いやめっちゃいいこの逆。強くね。こんにちは、許さないわよーん。ボンクレーだにゃーん。でかっ、1300までいってるよ。やるなって言われちゃった。なんかドリルってさ、まあ後からウッドだけとかスケーレスピだけでいいからさ、なんか一旦攻めてから考えればいいんだよな。あ、なんか進化ボンガ。いや言うて強えな。まあ一回落ち着いてもいいか。うわう、上からかぶせていくのもありだけど、来いよっつって。こっちは進化テスラだぞ。でもアイゴレのパフ強っ。熱っ。いや優秀すぎる。さすがに勝ったんじゃね。
ハイファイブ打ちまーす。もう早ボケずれ入っちゃうよ。一番幸せな時間来た。クララで最もね、気持ちいい時間帯、早ボケずれ。足前止めも偉すぎんな。で、しっかりちゃんと一回守っちゃうっていうね、この。ルサファイボでグッドゲームね。めちゃんこ強いやん。8万円テスラクロス10コスして祈っとけば勝てるぞ、おい。ちょっとアーチャーもいいね。やっぱなんかセパレートできるからな。トリマーアーチャーセパしてができるから。使いやすさもあるよね。え、これウルトラ2枚、あ、違う、チャンピオンだ。出た。結構珍しいやつ。いやーマジ、ワイルドカードでかすぎ。文句。ぶっかれ文句いらっしゃい。金髪。というわけで、久々にクロスを使いましたけども、まあ、あの、環境いいんでね、はい、クロスボぜひ皆さんも使ってみてあげてください。ちゃんと横顔もお願いします。おし、またね。